ハリペリドンは、否定形抗生神病薬であり、リスペリドンの活性代謝物である。両成分は、共にヤンセンファーマ社から発売されている。2006年12月20日に、アメリカ食品医薬品局に統合失調症の治療薬として承認された。日本では2011年より、ヤンセンファーマから錠剤が、インベガ、注射剤が、ゼプリオンとして販売された。 統合失調症のほかに、アメリカ合衆国では、統合失調感情障害にも適応症がある。2014年には、ゼプリオン水献金中を使用中の患者の複数の死亡症例から、厚生労働症より安全生息法が出され、使用上の注意が改定された。脳の中枢に直接作用し、ドパミン d 2受容体気候作用並びに、セロトニン 5HT2、 アンペア受容体気候作用により、統合失調症の陽性症状を呼び、陰性症状を改善する作用がある。さらに、α1 並び α2 ア,アドレナリン受容体、ヒスタミン H1 受容体にも気候作用を有する。統合失調症カプセルは、ウロスという腸管での浸透圧を利用した特殊な薬物放出制御構造を採用しており、カプセル外皮の一方にはレーザーで開けた穴。 内部に薬物層2層、穴の反対側にプッシュ層がある。カプセル周囲も薬物でコーティングされている。服用すると間もなく表面コートが溶け出し、素早く血中濃度を上昇させ、次にプッシュ層が水分浸透で膨張し、薬物層を先行から押し出すことで24時間にわたり持続的に効果を保つ仕組みである。放出を終えたカプセルは、 外見はそのままの形で、糞便中へ排出される、ドラッグデリバリーシステムの一種と言える。そのため、この薬は、噛んだり、割ったり、砕いたり、溶かしたり、しないでそのまま飲み込むことが必要である。他の抗生新薬との併用は禁忌。日本では、ゼプリオン水献金中が2013年11月から発売され、推定約19000人が使用したが、 2014年4月17日、厚生労働省は同16日までの約半年間で21人が死亡したと発表した。2016年6月21日には85名の死者が出ている。本罪との因果関係は不明だが、特定非営利活動法人地域精神保健福祉機構の調査では他の厚生新薬に比べて、 ゼプリオン注射による死亡者が圧倒的に多い。うち14例の死因は心筋梗塞多臓器不全、肺炎などで半数は不明。12例は他の抗精神病薬と併用していた。使用から死亡するまでの期間は3から107日だった。また50歳代が最も死亡例が多かった。84の国と地域で承認されているが、 発売から短期間の死亡例は日本以外では報告されていない。2006年12月20日にアメリカ食品医薬品局に統合失調症の治療薬として承認された。日本では2010年10月27日にアメリカのジョンソン・エンド・ジョンソンの日本法人であるヤンセン・ファーマが製造販売承認を取得。2011年1月17日に錠剤がインベガ 駐車剤がゼプリオンとして発売された。ありがとうございます。